滑稽だな。お前は何をちまちまと刀で払っているのだ。冷圧で一息に押しつぶせば済むものを。久しぶりだ、朽木ルキア。副隊長昇格おめでとう。あいつなぜここにいる。狂楽隊長。しかし何言ってんですか、狂楽隊長。君らがしてるのはメンツの話かい。悪を倒すのに悪を利用することを僕は悪だとは思わないね。それじゃあそろそろ両手の戒めを外して私を椅子から解放してくれるかい。やれやれ。この目玉の化け物どもに自分の体をかじられるの。まったくやりにくい男だ。逃げろ、研究室へ下がれ。波動の救助、黒棺。無限のタッカと同じ作り方をしただけのことはある。大した椅子だ。必要ない。黒棺の重力で天蓋に亀裂を入れた。霊王宮に用があるのなら私が撃ち落としてやろう。まさかそんなことが本当に。ソウルソサイティの技術力の結晶だよ。舐めてもらっちゃ困る。冷圧配置を正確に計測さえできりゃ。殺すなら今だぞ。それで殺せるぐらいならとっくに殺してる。まったく。私が5分も動きを止められたなど初めてのことだ。気の毒に思う理由にはなるまい。確かに。死神とクインシーが手を組むか、共にソウルソサエティを守るのか。よもや私より先に霊王宮に立ち入るとはな。つくづく許しがたい男だ、黒崎一護。お前よ、久しぶりだな、黒崎。グリム城！